不評戦闘車、不評戦闘車、歩兵戦闘車、アイフフ、インファントリーファイティングビヒクル、または、アイクフ、インファントリーコンバットビヒクルは、車内に不評を乗せることができる、走行戦闘車用、アフフ、走行兵員輸送車、APC のように不評を運ぶばかりではなく、積極的な戦闘参加を前提とし、強力な火砲を搭載している。さらに、 乗車不評の乗車戦闘ができるようになっているものが多い。APC より高価であるため財政的に豊かな国ほど多く配備されている。BMP シリーズに関しては、冷戦期に東側諸国が供与したものが現在でも使用されていることが多い。不評戦闘車は下記のような要件を備えている。近代の戦場における不評の移動には、半送記者、 ハーフトラックやトラックが使われてきたが、不整地、オフロードにおける戦車の移動速度が向上したため、戦車と共に行動することが難しくなった。また、第二次世界大戦前の傭兵思想の変化から、兵員輸送車両も移動中に放火を浴びたり、直接戦闘に参加する場合が多くなり、防御力の負荷を必要とした。このため、走行化された半送記者や、 無限軌道による装甲兵員輸送車が開発されたが、これらは武装として、機関銃程度しか装備しておらず、不評支援には火力が足りない上に、戦場で敵の同種車両と遭遇した際に、軽戦車や不評戦車のような自家強車両を伴わない、限り、これを撃破できないという欠点もあった。このことから、1950年代後半、フランス陸軍は、 a m x ベシー走行変員輸送車に 7.5mmAA-52 機関銃を取り付けていたが、12.7mmM20 機関銃を取り付けたもの、a m x ベシー1 2 7や、最終的に 20mm 機関砲を搭載したもの、a m x ベシー m 5 6が配備された。変員室20名の乗車が可能だった。 26種類の派生車種合計で3000両程度が生産された。これは不評戦闘車の行使ということができる。そして1950年代後半、西ドイツ陸軍はアメリカ製の M113 装甲兵員輸送車と共にフランスのチキスが開発した SP1A を元にしたクルツ SPZ11 から2装甲偵察車。 スイスのイスパのスイザが開発した HS30 を元にしたラング HS30 不評戦闘車を採用したラングは史上初の不評戦闘車の名称を冠した車両となった。これらは当初より 20mm 機関砲を備え、兵員室にクルツは3名、ラングは5名を収容できる。またラングは乗車戦闘も可能だった。ラングは 車両としての信頼性の問題から大回収が必要とされたが、クルツは7種合計2374両、ラングは6種合計4472両が生産された。この車両の実績は、マルダーが開発される動機となった。独仏両国から10年ほど遅れた1966年、ソビエト連邦軍は BMP-1 を発表した。BMP-1 は、 AMX ベシーや SPZHS-30 よりも大口径の火砲と対戦車ミサイルによる強力な攻撃力と強化された装甲による防護能力を備えていた。また、兵員室には1個分体を丸ごと収容できる上に、ここにはガンポートが設置され、密閉された兵員室から不評が射撃できるようにされた。これは、 核戦争の際に不評を放射性効果物から守ることができ、非常に重要であるとみなされた。BMP-1 は西側諸国に BMP ショックというべき衝撃を与えることとなった。先駆者であったドイツは SPZHS-30 の運用実績を踏まえ、BMP-1 と同様に乗車戦闘能力を備えた不評戦闘車としてルダーを開発していたが、 これの配備が急がれることとなった。また、もう一方の先駆者であったフランスでも、AMX-10P の配備が急がれた。しかし、BMP-1 に最も大きな衝撃を受けたのが、アメリカ陸軍であった。アメリカ陸軍の不評戦闘車は、マイケフの名前のもとで1958年より、計画されていたものの、 まだ試作者すら完成していない状況にあったのである。このため、マイケフ計画は加速され、後に M2 ブラッドレイを生み出すことになる。なおこの間のベトナム戦争においては、現地部隊において M113 を改造した王宮の不評戦闘車型が多用された。一方で、陸上自衛隊の73式装甲車のように、不評戦闘車としての能力負荷を見送り、 純粋な兵員輸送車として正式化された例もある。これらの第一世代、アイフフは、従来の装甲兵員輸送車の延長線上で、設計されており、浮き構成を得るために、車体は軽量なアルミ合金で作られていた。しかし、重武装化によって、アイフフが敵に与える脅威が増大したのに伴って、アイフフに向けられる敵の脅威も増大しており、 装甲はさらに強化される必要があった。このため、最近になって新規開発された IFF は、浮き構成を諦め戦車同様の素材を用いることが多い。特に人命を重視する西側ではこの傾向が顕著であり、89式装甲戦闘車やプーマが典型例である。また、BMP-1 をはじめとして、IFF の多くがガンポートを備えている。 兵員室に乗車した不評部隊は、このガンポートから小銃を射撃できるので、車内にいながらにして、戦闘を行うことができる。これは、車両の火力を増強するとともに、各戦争下など NBC 兵器で汚染された環境にあって、不評たちをこれらの脅威にさらすリスクを低減するために要求されたものであった。しかし走行に穴を開けることで強度が低下するにも、かかわらず、 ガンポートから発揮できる火力は、比較的限定的なものであるので、新型車両ではあえて、ガンポートをつけないこともある。走行強化の要求も、非対称戦争増加の時勢から高まる一方であり、既存の車両においても、走行を追加するのに伴って、ガンポートが塞がれる例が増えている。搭載する火砲としては、西側の第一世代、アイフフは 20mm 口径の機関砲を、 東側の BMP-1 は 73mm 低圧砲を搭載していた。このうち BMP-1 の 73mm 低圧砲については弾道の安定性や砲そのものの信頼性に問題があったことから後継の BMP-2 からは西側諸国と同様に中後継機関砲に変更された。一方、西側においても2 0ト、mm、ル後継弾は 火力支援能力に不満があった。貫鉄力は高いが、作薬量不足で榴弾の威力が低かった。そのため後発の各国では大口径化が施行されることとなり、1981年に収益したアメリカ陸軍の M2 ブラッドレイでは2 5ト、mm、ル後継。1986年に収益したイギリス陸軍のオーリアでは3 0ト、mm、ル後継。 1989年に収益した陸上自衛隊の89式装甲戦闘車では 35mm 口、1993年に収益したスウェーデン陸軍の STRF-9040 では 40mm 口径が採用された。さらに近年では空中炸裂弾を採用することで被害半径を広げる工夫が行われており、STRF-9040 ブーマなどが装備している。また、近年では、総林式の不評戦闘車を採用する国も増加している。これは、低強度紛争、戦争以外の軍事作戦の頻度増大と、防衛予算の縮小を受けて、不正地投破能力、戦術機動力とのトレードオフのもとで、ライフサイクルコストの低減と、作戦、戦略レベルでの機動力向上を図ったものである。 代表的なものとしては、アメリカ海兵隊のラブ -25、フランス陸軍のベブシーなどがあり、また陸上自衛隊も近接戦闘車の開発を計画している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。